ートとベンハルミです。フィカーって知ってますか？ブラログ。今ブラジル人の彼氏とか彼女がいる方、もしかしたら恋人じゃなくってフィカーかもしれません。ブラジルには夫婦とか恋人以外にフィカーっていう関係があります。フィカーっていうのは、まあ言ってみたら友達以上恋人未満っていうやつです。フィカっていう動詞は、まあ普段からよく使う動詞で、何々になるとか何々の状態にあるとか、そういう意味なんだけど、これを男女の関係を表すときに使うと、こう真剣なこう付き合いはしてない、でもただフィカ一緒にいるだけっていう、そういう意味で使います。今回コメントで初めてこのフィカについて、恋愛関係の話してもらえませんかって質問が、コメントが来ました。意外と初めてなんです。私今までそういうブラジル人との恋愛とかそういう話ってしたことがなくて、っていうのもあんまり質問もされないから、そんなに需要もないかなと思って、これまで特に取り上げることってなかったんですけど、嬉しいです。やっと話せると思って。何から話そうかな。日本って、まあ、友達っていう関係があって、お付き合い、恋愛、彼氏彼女っていう関係がある。で、友達から恋人に発展するためには告白をして、付き合ってください OK ですって言って付き合うじゃないですか。そうするとあのカップル成立みたいな。それがブラジルだとちょっと事情が違います。あ、この人とこの人いつも一緒にいるからきっと付き合ってるんだわって思うじゃないですか。パーティーとかにも一緒に行ったり、イチャイチャしてたりすると、あ、付き合ってるんだなって日本人の感覚としては思う。でもそのカップル、もしかするとただのフィカかもしれないです。だから日本人から見たら完全に付き合ってるだろうっていう関係性でも、本人たちからしたら、いや付き合ってないよ、ただフィカだけだよみたいな、そういうことがあります。何が違うかっていうと、真剣さ、真剣度が違う。そのフィカから恋愛関係っていうか、ちゃんとした恋人関係に発展するまでには結構な、なんていうの、恋人関係になるとそれっていうのはもうほとんど結婚の前提なんですね。だからブラジルで恋人っていうと、日本の恋人関係よりももっと真剣度が増します。日本で言うとこの結婚を前提にお付き合いしていますっていうやつです。っていうのはブラジルって逆に結婚に対しては日本とちょっとまた考え方が違って、日本って、ね、友達があって、恋人があって、夫婦、結婚がある。結婚するためには籍を入れて、あの戸籍にね名前を入れてっていう、そういう一連の流れがあるけど、ブラジルってその紙にいわゆる、ね、籍を入れるとかサインして、あの正式に、はい、私たち結婚しますっていうことをしないカップルもすごく多くて、ただ一緒にいる、ただ一緒に住んでる、それでもう夫婦って、あの法律的にもそれで夫婦って認められるんですよ。それが、エスタードなんとかかんとかって夫婦じゃないけど、なんていうの、内縁の夫婦みたいな、そういうのがちゃんとあの届けを出せば法律的に認められる。どこまでの権利が認められるか分かんないけど、例えば子供ができました、でその子供のこう、まあ、一応両親としてちゃんと法的に認められたり、まあ、保険の関係とか扶養に入れるみたいな感じですね。だからわざわざ紙にサインして結婚しなくてもって考える人が多いんです。しかもブラジルってお金がかかるんです、あの婚姻届を提出するのに。日本ってただ紙にサインすればそれでただで結婚できるけど、ブラジルってそうじゃないんです、お金がかかるの。だからそういう事情もあって、ちゃんと正式に紙に署名して結婚するっていう夫婦ばかりじゃなくて、まあ、私たち一緒にいます、一緒に住んでます、だから夫婦ですっていう人もたくさんいます。しかも日本みたいに結婚したら女性が男性の、あの名字に変わらなきゃいけないっていうのもないから、夫婦別姓っていうのも別に普通だし、あとこっちって結婚して旦那さんの名字を自分のとこに入れても自分の名前は捨てなくてもいいんです。例えば私だったら佐藤さんだったら、はるみ佐藤の横にブルーノの名字をくっつける、ただ付け加えるっていうだけで、だから自分の名字捨てなくてもよかったりするから、まあそういうのもあって、そんなになんか日本みたいに結婚して籍を入れることがすっごく重要なわけじゃない。とは言ってもブルーノに聞くと、あのやっぱり女性としては
特にね、やっぱり結婚っていうものに憧れを抱いてる人はやっぱり多いみたい。だからただそんなね、一緒に住んでるからはい結婚しましたみたいな感じじゃなくて、やっぱりちゃんと正式にあのサインして結婚式開いてっていうのはやっぱり女性の憧れとしてあるようです。で、なんだっけ、何の話だっけ、あ、フィカーの話ね。そう、だからそうやって正式に紙にサインをすることが結婚しましたって言うんじゃないんですよ、ブラジルって。2人の関係が強くなる恋愛関係でこうお付き合いしてる、日本でいうとこの恋人っていうのはもうほぼセミ夫婦みたいな感じだから、そこに対してはすごく真剣なんです、ブラジル人。だからそこの恋人関係に行くまでの予備段階ですね、そのフィカーっていうのは。だから簡単に恋人関係にならないんです、ブラジル人って。付き合ってもないのにそんななんかイチャイチャしたりとかして、あ、やっぱ軽いんだねブラジル人ってって思うかもしれないけど、ちょっと視点を変えると付き合うっていうことをすごく重く捉えてるから、日本人よりも簡単に付き合わない、恋人関係にならない、そこになるまでにちゃんとこの人は自分のその恋人としてふさわしいのかっていう見極めるその期間っていうか、フィカーっていうのは、そのフィカーになるのはもう本当なんか自然と、あの、あ、なんかこの人気が合うわみたいな感じで自然とスーッと入ってって、それが日本人からするとあれ私たちもう付き合ってんのかしらって思うかもしれないけど、それは付き合ってるじゃないんです。で、そのフィカーから恋人関係にじゃあステップアップするにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり告白っていうのがあるらしいです。それには例えば指輪をあげて、普通はやっぱり男性からみたい、女性からっていうのもありだけど、そこは日本と一緒なのかな、男性からの方がやっぱり好ましい、男性からちゃんと関係を持ちませんかって、そういう段階があって、それで OK になると晴れて恋人同士っていうことになります。それがナモラード、ナモラーダで、このナモラード恋人の段階でも、もうその2人の関係性が強ければ、もうそこでカザオ、もう夫婦って呼んじゃう場合もあるし、カザオは結婚していない男女にも使えます。それにお父さんと娘、お姉ちゃんと弟のように恋愛関係になくても男女一組を指す言葉として使われます。ですが男女の友達の場合は普通使いません。結婚している状態のことはカザード、カザーダ、もしくはノイヴォ、ノイヴァって、婚約者、そういう風に名乗る場合もあるし、それはその人たち次第になります。で、私ブラジル来た時にそのフィカっていうのはなんとなくそういうのは知ってたし、あのヨーロッパのね、まあ、特にイタリアとか有名だけど、あっちの文化も同じような感じじゃないですか多分ねフランスとかも結構その辺はもしかしたらブラジル人以上になんか結構なんていうの、軽いというか、なんていうんだろう、わーっとしてるんだけど、ヨーロッパとかでも日本とはちょっと違うそういう考え方があるっていうのはもうすでにしてたから、ブラジルに来てこうブルーノと一緒にいるようになった時も、私もそういう時期は確かにありました。なんかあれこれって何なの、付き合ってんのかな、何なのかな、フィカーなのかなみたいな、そういうのはあって、か正直言うと本当に結婚するまで最後まで私騙されてんじゃないのかなっていう、そういう不安はずっとあった。まあ、出会ってから結婚するまで私たちは1年ないんだけど、11ヶ月、それにその11ヶ月の中もずっと一緒にいたわけじゃなくって、半分くらいかな、半分はこっちにいたけど半分は私も日本にいたり、ヨーロッパでバックパッカーとかしてたので離れてたから、なんか本当にそうだな、私も今考えてみてもいつどの段階であの恋人同士になったんだろうってちょっと分かんないんだけど、後でちょっとブルーノに聞いてみます。で、質問くれた方も多分女性の方だと思うんですけど、そうだな、ブラジル人のフィカーがいますっていうことなので、で、悩んでるっていうことですが、まだそうやってフィカーっていう存在を知ってるからいいですよ。それ知らないで、あ、私たち付き合ってるわって思ってたら実はフィカーだったっていう例もたくさんあると思うので、私も実際聞いたことあるし、で、多分フィカーで今悩んでるっていうことは、おそらくそこから恋愛関係にちゃんとした恋人に発展させたいって思ってるんだと思うんだけど、まあね、でも裏を返すとちゃんとそのフィカーであること、フィカーって言うってことはちゃんと真剣に捉えてるっていうことなんですよ。今見極めてる段階だから、その期間が短いか長いかは分からないけど、このフィカーっていうのをこうポンポンポンってこう飛び越すっていうか、あの省けないかもしれない。
それはそれで彼にとっては大事な期間なんですよ。でそれがちゃんと恋人に発展する時って本当に真剣なので、まあ、日本人からするとただ遊ばれてると思うかもしれないし戸惑うと思うんですけど、それにまあそういう場合もあるかもしれないけど、まあ頑張ってくださいとしか言いようがないな。Hola. はい、フィカについてちょっと教えてほしいんだけど。Problema no pescoço, se me vendo. Pode falar sobre ficar? Que ficar? Ficar é ter um relacionamento. Pode ser temporário, grande, pequeno, não tem muita lógica, mas é sem compromisso. Sem compromisso. Não é namoro, mas é ficar.Ficar. É, tá junto. É dar beijo. É, pode ir além do beijo, mas... É, depois acabou, cada um vai pra sua casa e ninguém é namorado um do outro. Acabou. Então, quando começa a ficar, né, junto, é sempre ficar? Ou não existe relacionamento, tipo, procurando ficar? Hoje em dia é um pouco raro, mas... Raro o quê?Pular a fase de ficar. Ah, é sempre tem que ficar. É muito, muito complicado, tipo, sem você ficar com a pessoa já começar a namorar, você tá falando? Uhum, isso. Muito raro. Antigamente era assim, mas não, hoje é muito raro. Existe. Primeiro, com certeza existe. Primeiro estado é ficar, né? Amigos, ficar, aí depois namoro. É muito romântico, nem sempre é amigo, amor. Às vezes você pode ficar com mais de uma pessoa no dia. Entendi.Ficar. É, tipo, tem a festa que é festa de música baiana, nunca lembro, uma micareta. Uhum. Tem gente que fica com 30 pessoas num dia só. Que música? Aquela elétrica? É, música baiana. Ah, tá. É a festa. De, uhum. Esse estilo de festa. Tem trio elétrico rodando assim, aí as pessoas estão de abadá e fica um ficando com o outro, fica com o outro, fica com o outro. Aí é mais beijo, mano. Aí é 30 pessoas, 40 pessoas num dia. Você numa fica, noite. Ficar. É só ficar, nem pergunta nome, só dá beijo, ah, fiquei, né? Aí se você quer, né, além disso, quer começar a namorar, aí tem que pedir, né, você falou, né? É, aqui tem... Como que você pede? Porra, tem jeito? Depende da pessoa, né, depende do casal, cada casal tem o seu jeito. Mas você falou que de repente dá anel? É, aqui no Brasil trabalha muito, né? Faz relacionamento muito com aliança de compromisso. Que é tipo noivado. É, outra coisa é namorados. É mão direita, né? Mão direita. こう。そうそうそう。こっちって一つしか指輪ってなくて、ね、これが namorado ou noivado, né? で、quando casar, né, com essa pessoa, aí tira e bota aqui, né? Nessa mão. É, normalmente namorado é. É de prata, né? Ah. Aliança. E noivado já é de ouro. Ah, entendi. Mas, não é regra, mas normalmente é assim, né? Ah, esse é anel de noivado. Aí quando casar, aí bota na mão esquerda, né? Tá certo? Não. Só que constará, continua a yubi ni tsuke kaemasu. Betsuni, ano, futatsu yubi a garu wake janai, nihon mitai ni. A gente fez isso. Então, a gente noivou e... Tinha até uma... confusão, lembra? Que eu falei que eu não preciso de anel. Aí você ficou tudo... Que isso, anel? Como assim, né? Aliança é coisa tão importante, mas eu, o que eu queria dizer, porque no Japão tem dois anéis, né? Nihon dewa konyaku yubiya to kekkon yubiya ga aru janai desu ka? Tashi wa Bruno ni sonna konyaku yubiya mitai na ne, takai okane wo dashite, sonna no iranai kara tte yuttan desu.でもそれをブルーノはブラジルではこの指輪婚約指輪も結婚指輪も同じで同一で一つしかないです。だからブルーノは私が指輪なんていらないって言ってると思ったらしくて、結婚指輪っていうのはすごくブラジル人にとっても大事なものだから何言ってんのってそこですごくなんかちょっと喧嘩っていうか、後で勘違いっていうのが分かったんだけど、文化の違いがあってね。あはで、何の話だっけ？フィカーね。うん、então, deixa eu te perguntar. De que momento a gente começou a namorar, então? A gente ficou?
É, a gente já começou a ficar namorando, mais ou menos, né? Que na verdade ficou ficando um dia, dois dias, todos os dias junto, tava ficando, aí já ficou namoro. Mas você não me pediu. Eu não ganhei anel de prata. Cadê anel prata? Mas aí a gente fez Facebook, né? É a mesma coisa. Mas é, pô, quando bota no Facebook namorando, veio com sua mãe. Anel. O quê? Agora? Eu quero! Eu quero! Ainda vai ter Dia dos Namorados. Mês que vem. Não, junho, né? Não é? Dia 13? 12. Você pode me dar. Já tá. Mas é anel só prata, liso. Não tem graça nenhuma. Ah. Você quer com pedra, alguma coisa bonitinha? Talvez. Tá. Ah, não, mochi! E se tiver mais perguntas sobre ficar, a nova cultura de ficar, cultura de oba-oba, romance brasileiro, né? Comentou,ください, Zerri. Já, né? Tchau, tchau, beijo. Curte, por favor, e se inscreva.